なんだこれ、なんだっけ。だーん、あ、来ました。はい、ということで、今日何の企画をしようかと思ってめちゃめちゃ悩んだ結果、ラムチンが料理配信をしてて料理やって思ったので、料理配信、初の料理配信をしようと思います。イエーイ。画質悪い。そのヒゲ懐かしいでしょ。あ、ランちゃん久しぶりやん。あ、さきてんかわいい、ありがとう。いやー久しぶり。ちょっと普通になんか昨日寝る前とかずっと企画考えてたんですけど、料理をやろうと思って、あ、てか普通にディリピ料理できないんですよ。普通にディリピ料理できないんですけど、そんなディリピが料理配信するというね。はい、ってことでな、材料が足りなかったので、娘と見てます、やば。材料が足りなかったので、買ってきました。はい、ソーセージね。ソーセージ。おにぎりで。あと、ブラックニッカー！イェーイ！あとね、これ、炭酸水ですね。とりあえずこれを、やっていこうと思うんですけど。はい、なんでブラックニッカーが必要。いや、この BGM はさ、これでしょ。この BGM はもうカッカラカラ。あ、待って、氷ない。待って、氷なくてカラカラ言わん。カッカッ。あ、なんうっすやめて、うっすな。もうね、さすがにこれもですね、美味しいかも。ちょっと、あ、サクティンビールありがとう。ナイスビールありがとう。なんか炭酸水の音で、いきます。美味しいかも。美味しいかも。よくどこにことがみたいな。いや、もうアルショカラカさんも有名ですよ。あとね、ソーセージ2個買ってきました。あとコーン。いや、なんかね、材料が全然なくて、あ、クレマさんの方ありがとう。材料が全然なくて、ね、とりあえず、ま、ケチャップ買ってきましたね。で、バター買ってきました。味の素もある。え、で、このね、この、メニューじゃないわ。あと、卵。何ができるかというと、オムライスです。ディービが、今回作るのは、オムライスです。ということでね、キッチン、ディリピの限界キッチンに行っていこうと思います。いや、作れるんかってね。作ったことないんですよ、料理を。作ったことないんですよ、料理を。だから、ディリピの限界をね、ちょっと、やってみようかなと、思います。そんな、まずは声で、振り方を教えます。ですよね。え、ディリピ前にしてるの、オムライス作ったことあるじゃん。いや、作ってないよ。あっちの家。あ、オムライス、ナイスさんありがとう。ナイスさんありがとう。じゃあ、後で、オムライスをね、ちょっと。卵のところとかに絶対できないから。いや、できるって。無理無理。じゃあ、教えるから。そう、なんかね、企画をずっと迷ってて、で、何しようって思ったら、ラムチングね、ラムチングが料理作ってから、あ、料理作ったらいいやんって思って。なんか料理作ってきちゃいます。とりあえず、持ってきますね。
デビのブラックニッカとちょっと限界キッチング、限界キッチンに移動します。もうディリピのね、家ってマジで汚くて本当に困っちゃうんですよ。あ、サクティン、サクティン頑張れ、ありがとう。ちょっと待って、ディリピの初キッチン、限界キッチン。はい、ってことで、ね、料理を作ってきてるんですけど、廃墟。あ、BGM でかくて踊りちゃう。あ、本当に言ってる？段ボールが、どこに捨てたりか分かんなくて。あとこれはね、ソロング缶。ママピが飲んだソロング缶ですね。こちら。山のようにあります。これね、限界人間がよくあるメンヘラゴヨタシストロング。ってことで、ディリピーズ料理を作っていきたいと思います。待って、オムライスの仕方さ分かんないんだけどさ、とりあえず待って、卵あります。ちょっと待って。もう一台のスマホ持ってきていい？卵最後。直感でやるから。ダメ。直感でやる。あ、手洗います。とりあえず直感で、作ってみようかなって思うので、ちょっと待って、料理って何すんだっけ。あ、初めサラダ油ひいて人参炒めて、ヒントは出しすぎないように頼む。ってことで、スマホちょっと持ってくる。ちょっと待って、ダンボール捨てたいんだけど、ダンボールを捨て方が分かんなくて。あ、ビジュを下げて、うるさい。ダメダメ。なんか BGM の、あ、ビジュつけた。ってことで、待って、料理をやったことがなさすぎて、可愛い大好き、ありがとう。料理をやったことがなさすぎて、どこからやっていいか分からない。だけど、お昼ともらえる。うわぁ、来た。はぁ、サクティン、はぁ、ありがとう。これブラックニッカです。これね、コンビニで買ってきたのでね、美味しいかも。美味しいかも。ということで、まずね、油を敷いていきますね。油を敷いていって、なんか炒めるらしいので、炒めます。炒む、これちょっとマジでやったことないんだけど。野菜から。ソーセージ切っといて。マーピーに野菜からソーセージ切っといてって言われた。ちょっと待って、野菜はもうあんの。
切ったの。野菜切った。人参とかがあるんでね。ちょっと待って。野菜とかがあるので、平気してねえな。ちょっと待って、どうしたらいい？なんかさ、フライパンがさ、どうしたらいい？あ、ちょ、待って、ほんとに、あ、ゴミ袋とか映ってる。待って、ほんとに、どうやって映そう？待って。あ、とりあえず、野菜を、なんかすごい映るんだけど。え、待って、なんかカメラアングルさ、待って、カメラアングルちょっと待って。カメラアングル大事だから、ちょっと待って、ゴミ袋やばい。あ、いいんじゃない？あ、いい。はい。ということで、デリベもね、作っていきたいと思います。まず油敷きます。油敷いて、なんかこうやるやろ、この、なんか回すみたいな。なんかもうスキピから電話とか言って、でもいい早く行ってきて。え？いいよ、さっき電話したもん。やばい、なんか火力注意みたいな。自動調節だから。え、待って、な、は？ちょっと待って、髪の毛燃える。ちょっと待って。料理配信をしています。とりあえずありがとうございます。ってことで、料理配信 してるんですけど、あ、ガオさんありがとう。ガオさんありがとう。あ、料理に集中しよう。いや、ほんまにそう。待ってで、さ、料理をさ、全然作ったことがなくて、髪燃える。料理を全然作ったことがなくって、栗田って人ってニコ生の偉い人なの。めちゃめちゃじわるんだけど。おいしいかも。あ、どうすか、ありがとう。おいしいかも。ということで、人参炒めたのでね、次玉ねぎをね、入れていきたいと思います。まあ、大事、この作業。紙燃えて紙から全然作んないで、こうやって意外と料理できたりするかね。映ってる。いやね、何入れたんだよ。いや、違うよ。映ってる。だから、こうね、料理を、今ね、具材を。一回引いたね。え？一回引いたね。なんで？うん。あ、ソーセージ入れなきゃいけないじゃん。あ、ソーセージ切ってないわ。うん。一回引いたね。うん。なんで切ってないよね。油多くない？いや、なんか、
なんか初めて料理作るの、初めて料理作るから、あ、さっき映ってるよ、美味しいかも。だからとりあえずあのソーセージ持ってくる。先に切っといたら、先に切っといたら不正って言われるし、おもんないやん。野菜だから先に炒めために先にさ切っといたんでね。ママあんまし指摘しないで。DP の DP の料理配信。まあね。あ、コーンも入れて。コーンも入れたって。ってことだよ。ソーセージ、ソーセージ焼けました。そこにいて、うん、って言ってんねん。そうだよ、ソーセージよね。いや、ガチで DP、 あの料理ほんと作ったことなくて、ちょっと斜めにしたんだけど。いや、危ない、マジ映るよ、映る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 、やばいよ。じゃあ、卵の時だけ来るわ。うん。あ、待って、ケチャップチャーハンない。え、なんかもう自由にできないから、あの映りたくないなら卵の時だけ見てて。もう満腹で映りたくないんですよ。カメラをさ事前に自撮りやんないじゃん。絶対味付けできないでしょ。できるし。え、鶏ガラスとか。あ、でも映ってる、映ってる、映ってる。え、鶏ガラスープとか入れんだよ。まあ、DP オリジナルチャーハン、間違えた、 DP オムライ、 DP オリジナルオムライスってことでね。とりあえずはい、野菜を炒めたので包丁でね、あの切っていきます。チャーハンじゃないですね。あのソーセージ買ってきたから、あのソーセージ切るわ。てかまな板めちゃめちゃ汚いんだけど、まな板めちゃめちゃ汚くて笑う。まあ、こんくらいでいいっしょ。いたてて、ふんお前ら、お前らの、ちっせーな。はい、ということでね、ちゃんと切っていきたいと思います。切ったから、はい、火をつけますね。こちら、アルチューカかな、アルチューカじゃない。え、ソーセージって生で食えるでしょ。で、全然ソーセージ生で食ってよ。あれ、こちらも買ってきました。あの、なんだっけ、あの食えるよね、生で。生がうまい。で、こちらのなんかミックスナッツみたいな、ごめん間違えた、コーンを買ってきたの。コーンいるくない。とりあえずさ、オムライスってさ、おかずがあった方がさ、やっぱおかずがあった方がいいじゃん。こんな感じでね、クソデカフライパンで、やばい、火強くない？ちょっと待って、クソデカフライパンで炒めてますよ。え、バター、いや、何人分で、一人分でこれ。え、オムライス、アメガホン、ありがとう、ユニコーンさん。え、待って、なんか料理、あの、ね、人数感覚とかわかんなくてさ、本日どうやって作ってるかわかんないんだけどさ。待って、これ一人分とかじゃないの？みんなどんくらい組むの、これ。味付け、あ、これに味付けないといけないのか。待って、まずはケチャップライスを作らないといけないからね。塩コショウ、塩コショウ置いた。これ、味付け塩コショウ。入れた、入れた。コーン、塩コショウを。あー、入れすぎ。あ、え、すり。
や、食べれる。食べれるよ。いや、ママに怒られた。いや、食べれる、食べれる。味なんて、味なんて濃い方がうまい。味なんてな、味なんて濃い方がうまい。ディリピさん、あんまりありがとう。いや、食べれるでしょ。え、ディリピのさ、料理ができないさ、原因わかった？あのさ、本当にこれないよ。あ、火強い。あ、火強いの。火強いんだ。やばい、ママの指導。ママの指導。あ、もう火は通ってる。あ、そう、料理下手は大体、火が強いらしい。え、今の塩コショウでこれも台無しよ、もう。え、もううまいよ。しょっぱいでしょ。じゃ、ケチャップ少なくすればいいんじゃない。じゃあ、ケチャップ多くしなきゃダメ。いや、もう、あ、もういいよ。ご飯入れちゃっていい。もういいじゃん。ご飯入れちゃっていいよ。ご飯。入れちゃっていいよ。待って、これしかない。いや、多くない？ということでね、ご飯を入れていいので、ブグーをするでしょ、これじゃ。え、待って、ママピがさ、なんかめちゃめちゃさ、なんか心配でやって、これ料理を作るときになんかもうめちゃめちゃ作っちゃうっていうのを。でもディリピはその感覚が分かった。ご飯少ない。その具。いや、多いやろ。え、だったら具少し取った方がいい。具少し取ったほうがいい。やだ、全部食う。まあ、はい、か。で、混ぜる。待って、バター入れて、バター。うん。そうなんだ。ディリピの、ディリピは絶対できないから。いや、だから、その配信がおもろいやん。バター入れて。今、うん、卵最後ちょっとできてから。ママに怒られてる、うん、全部入れんのこれ。全部これ包丁で切って。あ、違うの。これ全部入れてる。どうなんのよ。え、これをどんぐらい？ 1 センチぐらい。1センチこんぐらい、うん、うん、マーピンの入りました。こんぐらい、あ、うん、こんぐらい。後でオイバター入れるけど、初めに先にこれ入れて、はい、これ入れました。はい、ケチャップ入れてください。ケチャップね、はい、コレステロール豊富。いや、マジで入れてください。あ、大事ですからね。ケチャップ買いましたので、ね、ケチャップの上で。いや、ママピン料理できる。え、料理作ったことないの？ちゃんとした。はい、ケチャップ多め。でも、オムライスなのでね。あれ、バーベキューしよう。え、こんぐらい？うん、もうちょっと。そんな入れんの？うん。これぐらいでいいかな。よし、おー。そしたら、お砂糖を小さじ1杯。やばい、マーペに指導されてんだけど。うん、いや、もう作れる、自分で。待って、大きいから、お砂糖を小さじ1杯。料理作れるって、うん、不正だから直感でやるって。不正？いや、直感で。待って、はい、入れました。おい、お砂糖取って、うん、出て、うん、もっと、まあね、もうすごいよ、もう、うん、ね、作れる、自分で。じゃあ、あの、鶏ガラスープの素出して、そこの冷蔵庫。そう、そんな、なんかいい、自分で直感でやるから。料理配信。あー、じゃあ、マンピ知らない。じゃあ、卵焼きも自分でやんねよ。あんまり知らない。いいよ、できないくせに。リーピが頑張って配信してんならおもろいやん。ふてくされましたね。え、どっちがいいじゃん。マンピの指導が入って、ママピと一緒に料理をやるのと、ディリピがなんか直感で料理を作るのが。どっちがいい？何？あ、なんだ。嫌でしょ。ママピカメラマンがいい。
あ、カメラマンね。確かに。自分を信じろ。いや、実際料理ね、実はできたりとかしちゃうかもしんないんでね。ママピだけでやる。おふざけんの。ママピ大好きだ、お前。ママピ大好きすぎる。自分を信じるからなぁ。え、てか普通にカメラマンでやったしかない、ママ。カメラマンでいいよね。米足りない。え、米足りないかも。ちょっと待って。え、なんか具が多い。なんかマンベラの人 具が多いわ。炊飯器の紙全部なくなるんだけど。またこうやってディリピーまたそこに取ってさ。それ炊飯器の米全部入れたわ。炊飯器の米全部入れたから、まあ、もう一回ケチャップを、もう一回ケチャップを足して、え、何人前か分かんないんだよね、なんか。あの、もう、めちゃめちゃ、あの、直感で作ってんだよ。直感料理で作ってる。3合以上。よくよくしますよ。え、待って、重っ。あれ、このフライパンだけでも3キロぐらいありそう。ディリピハン料理できる。いや、だから料理やったことないから、なんか今頑張ってんだよね。でもなんかみんなが言うにはやばいやばいみたいな。え、混ぜろ混ぜろ、今混ぜてる。え、てかさ、ラムチンとかがさ、料理作っててさ、見て。美味しいかも。え、それなんかラムチンとかが料理作っててさ、え、ラムチン料理できるんやと思って、すごいすごい羨ましくなりましたね。だからディープもなんか料理配信しようかなと思って。醤油いらんべ。はい、ね、今ね、今混ぜました。混ぜましたよ、混ぜましたよ。かっこかわいいでしょ。ディリピのマイマイメイルクッキングみたいなね。味見しよう。ちょっと、あ、味見するか。え、画質さ、上げた。全身みたい。ディリピのケチャップチャーハン。重い。うん。おいしい。はい。待って、味見しろ。とりあえずケチャップのチャーハン作ったんで、オムライスだよ。で、これを作って、これを作って、後から卵かけんの。卵、味見するわ。味こ。味こ。え、でも美味しいよ、でも。うん。え、美味しい。味見でこのご飯なくなるかもしれん。はい。とりあえずケチャップライスは、できた。いや、濃いぐらいがちょうどいいよな。胡椒入れたよ。え、どうする？今から卵を作らないといけないんだけど。卵ってどうやって？卵ってどうやってさ、作るの？なんかママピがもうすねて帰っちゃったから。ママピがすねていなくなったから、卵の作り方わかんないです。あ、炭酸水が。
え、なんかこのさ、なんかさ、汚ねゴミ部屋みたいなところにさ、ディリピーのおもろくない？え、ディリピーさ、こうあの、コンカフェとかでもさ、レイブンでお酒作るんだけどさ、開かない。いつもさ、濃すぎて怒られる。もう一回聞いてなかった。ちょっと待って、ちょっと待って。お、だから卵のとこだけ来てって言ったじゃん。あ、で卵は絶対ピリピリピリできない。卵作る。皿に乗せた。のせない、のせない。今フライパンの上にいる。はい、お皿がねありますからね。そう、お皿にケチャップライスを、これ何人分だよこれ。じゃあマーピは料理できるのね。マーピは料理できるんだけど、ディリピは全く料理ができないから、だから今回ディリピの初料理配信みたいなね、やってみようかなと。いいじゃん、もうプロじゃん、もうこんなね。これだけで美味しいじゃない。待って、何人前だよこれ。これざっと見キング牛丼ぐらいあるんじゃないのこれ。これ湯気。仙台はいいね。マイナス。食べる分だけ乗せて、余ったやつ違うさ。食べる分だけ乗せるの、全部乗せちゃった。うん、食べる分だけ乗せる。じゃあこんぐらい、まあ、多いか。ちょっと最近ダイエットで痩せたのでね。ちょっとなくしましょう。残ったチャーハンを違う皿に入れて取っといて、どこ置いといて。こんぐらいじゃない？こんぐらい。アフリカやめて。違う。明日食べればいいじゃん。今日食べたら。はい。まあ。パッと見こんぐらいなんで、めちゃめちゃあるんでね。これ重いのでね。このお皿。ありますからね。まあ、これが今日食べる分だとしましょう。で、ありえないぐらいママピの指摘が。あと残ったやつを、あのね、あの違うお皿に入れるしですね。卵待てって今やるから。でもこのフライパンの中にあるやつをね、今ね、あのできるって。重いです。はい、あ、来た。こうやってね、なんで？できたー。で、そのフライパン綺麗に洗ってください。洗うの？当たり前じゃ、とにかく綺麗に洗ってください。洗うの？当たり前でしょ。早く洗って。洗わないと焦げちゃうんだ。やくない？味がまま。洗わないと焦げちゃうらしいですね。ということで、まあ焦げちゃうのは仕方ない。実は洗うのめんどくさくてさ、全部の料理さ、わかったって、全部の料理さ不正なしでいけ。え、マジで不正なしでいきたいんですけど。今綺麗に洗ってって言われたんで、まあ、とりあえず綺麗に洗いますよ。はい。違うじゃん。マーピに変わったらディリピの料理配信じゃないじゃん。でも昨日なんかディリピ深夜配信してたんだけど、皿落ちる？いや大丈夫っしょ。いけるっしょ。
いや料理配信したんだけど、昨日ママピがめちゃめちゃ元気で、なんかねカレー作ってくれたのね、スープカレーみたいな。はい、洗った、洗えました。卵出します。ちょ待ったって、とりあえずティッシュで拭く、ティッシュ拭くから、ティッシュ拭いたらバター3センチ入れてください。ソーセージ？バター3センチぐらい切ってくれる。ああ、バターを入れます。もうさ、デリピのさ料理がさできなさすぎてさ、ありえないぐらい指摘されてるよね。そうですけど、バター使うの全然、なんかそのまなんかオムライス今日作りたいっていう言葉に言ったら、なんかバターないから無理って言われて、バターがないとマジ無理らしい。子育てできない、だからウーバーイーツで育てようと思って、子供のこと。子供できたらウーバーイーツで。離乳食からやんなきゃいけないんだよ。あ、そっか。ウーバーイーツ潰してさ、バターを3センチぐらい切る。1センチを 3つぐらいに分けた方がいいと思う。1センチを3つ？だってそもそも1センチがどんくらいなのか分かんないんだよね。映ってないよね。1センチがどんくらいなのか映ってるよ。全部映ってるよ。あ、こんぐらい？映ってないよね。こんぐらいならね。髪バサバサだから嫌なんだけど。髪は映ってない。あ、体だけ映ってない。はい、入れました。したら、これはさっきのこのおわん、おわんはこれさっき洗っといたんだけど、バターしまっていいよ。でもバター使わないの。バター使わないらしいです。うん、はい、中卒なんでね。こちら中卒なんでね。はい、5センチぐらいあった。嘘だよ、そんなのいいって。まあでも多くても別に、あの、大丈夫。はい、で、しまいましたと。で、あの、ほら、この、あの、おわーで。まだ滑りで。これさっきママと洗ったんで、ちゃ、赤いやつ。これもう一回洗って。大きい方、大きい方、大きい方。洗ったらティッシュで拭いてください。ティッシュで拭いてください。もう、キッチンペーパーどこ？あ、冷蔵庫の上。もう、指導だよ、指導。ディレピが本当に料理作れないから、なんかママピが乱入してきて、なんか料理教えてるんだけど、きっと。え、でも別にさ、あ、新しいまな板にしようと思って作れなくない？別に作れなくないか、一人で。卵のところは無理だって、難しいから。はい、ってことでね、今胸だけ映ってる？うん。じゃあ、マナピも。こんばんは、マナピでーす。やば。マナピ、ディレピの2倍ぐらいクソチチでかいから。クソチチでかい。だから、遺伝です。おっぱいは遺伝です。で、ね、それでこれを割んなきゃ卵3つ入れてください。はい。3つ入れてください。マーピー、何カップだろう ？A B C D E F G H I J。そんなにカップないよ。で、ニコ生、ニコジに希望を持たせた方がいい。本当に？あと三じゃあもう一回見てみる。三カップぐらいね、バン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 。いや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 、だって足りまないもん、足りまないもん。何してる？何してる？ちょっと卵を割ります。で、卵だけ片手で割れんだよね。卵を3つ入れてください。ちょ、見てて
見てて。へえ。うわ。あともう一個。あともう一個。すごいでしょ。すごいでしょ。卵片手で割る。卵落として割ってるし。やばい。無理だ。でもさ、2個ぐらいしか割れてないじゃない。じゃあまあ拾って割れてる。アフリカ。アフリカ。拾ってよ。アフリカでは。ちょっと待って。完全なフリ。リビが料理向いてない、はい、向いてない理由として卵は、うん、待って卵が床に出てる。ほら、卵が床に出てる。持ってるの、捨てるの、持ってるの、それあたり炒めて。これを？床に落ちたやつを。スズメにあげるんだ。これ後で床で落ちたやつ炒めて食べるとか言ってる。カラスにあげるんだって。カラス。カラス？カラスにあげる。じゃあ食べに来る。それでね。うん。持てないでしょ、捨てるなんて。鳥の餌。そう。3秒以内に吸え。ねえ、卵割った。あ、でもこれ割れてない。3つ生きてる。3つだけしか生きてないみたい。じゃあ冷蔵庫入れて。3つ生きてましたね。卵、よかったです。もったいないから。あ、でも全部割れてる。やば。全部割れてるけど、落としたのはあ、でもひび入ってるぐらいだから明日火通って食べるぐらいだったら大丈夫だよ。いや、もう無理だって。こんな、なんか卵、鳥の餌にもできないよ。いや、あ、もう取れちゃったかな。アフリカでは、お前らさ、アフリカ、アフリカってさ、すごいよ。ここに入れて、はい、ビニール、はい。一方アフリカでは、はい、ここに入れて。いや、本当にアフリカのね、子供たちに本当に恵んであげたいですね、本当に。なんで申し訳ございません。まあこれがディリピだよね。何が？ディリピさん。何？ほら、なんでプラゴミのところに燃えるゴミ入れるの？燃えるゴミの袋に入れてんだ。違う、これプラゴミに入ってるやん。プラゴミ。いや、燃えるゴミだって。見なさい、これプラゴミだから。分別はちゃんとしましょうね。何回言っても分かんないんだから。嘘、こっちこっち、あ、緑の方。うん、はい。で、何？卵割ったけど何？入りました。卵割った。あ、そしたらまだ、お砂糖スプーン3杯。お砂糖スプーン3杯入れる前、あ、待って何もうちょっと山盛り、もうちょっと山盛り、うん、もうちょっと山盛り。オムライスだよ、うん、はい、あ、多すぎは。スプーン3杯って言ったよ、うん、でもそれ多すぎ。じゃあいいや、さっきのじゃあ半分ぐらい入れて、もう一杯入れて。かわいいな、目分量でいけるっしょ。もっと、もっと、次はもっと、少ない、もっと。少なくした？少ない、もっと。もうちょっと？目分量のまま、味見なくても食べれるから。OK。じゃあ、今日、お塩。はい。次、塩。はいやん。うん。塩？次、お塩。ご飯洗いないよ、これ。これ、白骨よ、ワン。お塩は一つまみ、うん、はい、三つまみ、はい、もう一個、もうちょっとかな、もうちょっと、うん、もうちょっと、はい、よし、そしたら、はい、いや意味あるんだって、うん、はい、それで。おいしいかも。はい、これ洗った時で結構混ぜてください。箸じゃない、うん、いや、塩も砂糖もいらんって。いや、これが大切なんだよ。これが美味しい秘訣だったりするんやで。これが美味しいんです、はいはい、いや、マジママの、ママね、ママに、ママめちゃめちゃご飯作ってたんだけど、すっごい美味しいのよ。ありえないぐらい美味しくて。あ、ちょっと、あ、待って、火、あ、でもまだ少ない。え、少
少ない少ない全然少ない。これのあともうこれのだけ欲しい。混ぜてるって。ちゃんと出してますね。だっての、いや今回3人分ぐらい作ってるもんだよね。別にディレピ一人が食べるわけじゃないので。どれくらいかな？結構ガチで頑張った。いや、お椀ですよ、これ。ディビ、マジで料理作ったことないの？こうしておきますね。え、入れすぎじゃない？こんなもんなの？バターって？うん、そうだよ。卵に？うん、そうだよ。多くない？多いの、美味しいな。食べてみやってるよ、まず。うん。なんでやってんだよ。ちょっとちょっと。ちょっと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 。これをチキンライスあります。これ。チキンライスさっきねこれがねこれこれ。はい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 。もういらない。汚いこれ。チキンじゃなくてソーセージ。あんまり焼きいいよ。卵？うん、全部？全部焼きいいよ。豚乳。なんか豚乳。ライス。ママピちゃんとまともで草。はい。うん、いいよ。え、これ全部入れんの？分けて入れんじゃないんだ。はい、次。あ、待って、待って、急いで、急いで、急いで。え、なに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 なわかんない。でさ、激しい。ね、麺の形に切ってさ、え、これスクランブルエッグにならん？ああ。これスクランブルエッグにならん？あ、いいのいいのいいの。あ、待って待って早く早く早く急いで急いで。え、スクランブルエッグになるってこれ？いいのいいの。あ、オッケー。よし、待って。したら、フライパンガリガリ。火を止めて余熱でもいってるので、あ、ちょっと少なかったかな。あ、乗せる感じか。マジ卵少なかったね。確かに。ディリピの手際見て料理したことないわかる。え、でしょ？そしたら次これで形整えます。もうママピの流ではもうこれはパカーンとやっちゃうよ。不正って言われたら。待って。自分にやるって。ちょっと丸く綺麗に。小さめに。ちょ、任しとけ。ディビン。あ、待って。あ、待って。わかったって。形このまま崩さないね。綺麗に。そう。うん。あ、太い。トロトロでしょ。トロトロ。いざ進んで。これ、乗せればいいんでしょ？乗せるのできないでしょ。できるでしょ。出てくる。え、これ後ろ焼けてんのこれ。メガホンありがとう。ちょっと、ここ大事なんだよね、ここ。ここ大事なんですよ。ここ大事。リーピやってみる？うん。こうやって、これひっくり返さないで、このまま。持っててカメラ。うん。このまま、
これを上にしたままここにピュンと乗せる。これをこれトロトロ上にするの。そう、トロトロ上にする。このまま上にしたまま。そう、うん、そう、これ上にしたまま。はい、オッケー。ちょっとじゃあ私ね、ここね、はい、ここね、あっちゃ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 、映ってるかどうかわかんない。熱い。ここ持ちました、今。やばいやばい。ということで、いきます。いきますか。え、ここを上にして。そう、それそのまま上にして。チキンライスの。そう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 。うん。オッケー、いきますわ。映ってる？いきまーす。あ、オッケー。あ、もこっちの方がよくない？え、なに、もなに、こうやって、ふーみたいな。いや、ふーはひっくり返しちゃうから、ひっくり返しちゃダメ。ひっくり返さないで、このまま。マーピの娘だからこんな余裕やで。トロトロの上に。マーピの娘だからこんな。映ってる。うん。あ、もうちょっと寄せて、もうちょっと寄せて、お皿にギリギリ持ってって。そうそう。あ、でね、あー、なるべくもっと端っこに持ってって。そうそう。端っこに持ってって。これで成功させたらかっこいい。ダメー！ちょっと待って、なんでこうなるわけ。あ、でもこれほら。あ、でももう、あの、なんか店にある、店にあるおしゃれな。店にあるおしゃれな。こずれちゃったな。まあね、卵はね、後から成形がつくんでね。こうね。ダメー。あとから成形がつくんでね。よし。ちょっとマフィーさん。ダメー。すごいじゃん。ダメーダメー。でもまあオムライスってこんなもんじゃないの、本当は、ね、あの目の形にしてくってパカってやるやつなんだけども、家庭入れるときはもうこれでいいんですよ、うん、はい、できました。あ、まだケチャップかけてない。ラストのケチャップなんてか、このリリピリピやけどは生きた。やけど大丈夫。それとも何、あのたこ焼きのマヨビームみたいなのかビーとかけるハート書く。え、なんかお前らの書いてほしいものを書く。あ、うないごうないごなんで下打ちすんです。まあとりあえずね、どうしようかな。はい、とりあえずあのケチャップできかける前ねの仮面書きました。ラーメンって書いてほしい。何書きます？壊れてる。あのケチャップでね、あの落書きをして、他はコーンカフェショーの見せ所なので、はい。あ、萌え萌えキュンのやつ。萌え萌えキュン。二工事ラブ。いいですね。せっかく綺麗に来たね、これ。お皿の二工事ラブ。アンカ？出たアンカ。じゃあ、アンカの文字で何書くか決めます。ケチャップで何書くか決めます。アンカ、5395円から5425。いや、待って、5330。待って。マグロ、なんでなんマグロ？マグロ？なんでなん？待って、もう一回。マグロって何？マグロって何？待って、5820。これ買えません。5820。はい、行きましょう。はい。5820だよ。あ、ごめん、遅すぎたわ。待ってる？ 5820。 いやいやいや、うん、カメラ待ってる？うん、うん、すごいな、なんかすごい、なんかコメント、ごめん。5820。もうそろそろだよ、もうそろそろだよ。いきます。はい、せーの。5820なんだ。5820。待って、読めない。5820。待って、5820。うん、小舟を返せ。ふざけんなよ。またあの画質悪くなるからやめて。ふざけんなよ。なげえよ。早く帰って早く。まあそうですね。まあ小舟ちゃん関連だから、小舟ちゃん。ダメ。じゃあアンカは絶対よ。アンカは絶対。じゃ見てくれてるよ、この配信も。ハートでいいんじゃない、ハート。じゃあ萌えとかにしましょうかね。萌えとかにしましょうか、ね。萌えっていう感じ書けるの、ジリピー。かけるよ。ほんと？人生リセットボタンポチーン。まあ、普通に、あの、コンカミドらしく、あの、萌えにしますね。萌え。もう、アンカーお前らに決めさせたらダメだわ。はい。アンカーをな、決めさせたらダメなんですよ。萌え。
はい、行きます。出ててね。うん。ここね、コンカフェ嬢の見せ所ですからね。結構前のコンカフェが、オムライスにケチャップを描いて、ケチャップで、絵を描いてたんですよ。あ、プリモン？違う。ニャンポン？あ、言わなくていい、その話。だから、もうえ。もう、美味しくなあれなんですよね。美味しくなあれ、萌え萌えキュン。はい。萌え。うん、あ、うん。空いてるところにもハート書いたら。お、さすがコンカフェ、コンカフェ嬢ですね。いや、マジ。あ、ちょっとケチャップ引きずって崩れてますよ。コンカフェ嬢の見せ所ですから、ここ。うん、そうね。お、そのアイデアはさすがコンカフェ嬢だわ。うん。はい、はい、できましたー、萌え、萌え、あ、いいねー。萌えよ。ちょっと後ろ段ボールだらけだけど。萌えオムラ。するけ、うん、ありがとうございますするからもうといてほしい。あっちの部屋でやったらいい、あっちの部屋でやったらいいじゃない。マジ、ちょっと待って、デリピの手作りオムライス初めて編なのでね、ちょっとご飯ができたので、ね、あっちの部屋で雑談しながら食べて、あれにしましょう。あれの、お礼しますね。ギフトギフトします。ねえ、そう、フェイトのギフトのタイミング、いつもいいんですよ。ありがとう。え、でもこのさ、萌えのさ、萌えのさ、出来はすごくない？すごくない？いや、うまいかどうかなんだよ、結局ね。結局、味がうまいかどうかなんだよね。はい、ちょっと待って。反転してるんですよ。だから、リーピのこの動画を載せるときは反転。を直して、はい、ちょっと待って、すごい顔になってる、ちょっと待って、今、あ、そうそう、あ、助けて、ドアが開かないよ、助けて、あ、助けて、どうやって、様にね、ドスコイゲーをディリピのドスコイゲーってかディリピのギフトゲーをしたいと思います。マジ本当、デビさん料理できてさ、バハムと飛ぶと思ってなかった。マジか。いや、ちょっとマジで嬉しい。みんな料理配信見てくれて、フェイト、ホホホさん、バハムート、ありがとう。萌え萌え、キュン。萌え、ありがとうございます。萌え。萌え、ありがとうございます。嬉しい。ガチで。萌えですよ。マジ。いや、和室界隈だからね、デリピ。シンジがパクリやばすぎる。待って、びっくりした。ちょっと待って。オムライス持ってきていい？オムライス持ってきますね。
やっぱ料理配信ね、初だからね。はい、ということで持ってきました、ディリピの、よいしょ、はい、ディリピのクソデカオムライス、イエーイ、自分で作った料理は美味しいよ、やってフェイトありがとう。ディリピ初めて料理をちゃんとまともに作ったんですよ。見て萌え、どうですか、なんかコンガジョっぽくない、コンガジョっぽいしょ、敵の美味しくなーれ、もうえもうえにゃんです。はい、ってことで判定直すわ。あの今まであれなんですよ、今までね、ほらもうやもうやほらもうやん、ほらスクショタイムでほら見て、美味しくなーれ、もえもえももえもえ、見た目いいっしょ、ってことで、食べていきたいと思います。今まで、あれしか食べてこなかったんですよ。なんか自分が作れる料理が、キャベツを、なんかキャベツをなんか油でギトギトに炒めたやつみたいな。やつしか作ったことなかったかな。ってことで、萌えオムライス実食していきます。いただきましゅ。うまっ待って、うまっ、え、卵がめちゃめちゃ美味しい、え、めっちゃうまい、やばい、なんか卵が甘い、食べれほせ、ほらあんだけバター入れるのがコツだ、え、バター美味しいし、バターあれだけ入れるのがコツなの、バター、あ、バターと砂糖かな、そう、砂糖と塩、めちゃくちゃうまい、うん、いやー、ママペも作ったところ待って、そう、なんかケチャップライスはめちゃめちゃしょっぱくてなんかあれなんだけど、だから初めにザーって塩コショウ入れすぎたんじゃないね、え、そうなんだけど、あのママペが卵作ったからめっちゃ美味しい、フェイトも美味しいよ、ホホホさんも美味しいよ、これやばい、めっちゃうまいじゃん、やったじゃん、初めての料理あれですね、成功です。これでもさ、実際ママペのさ手助けなかったらいなくない、うんふん、自分で作った飯はうまいな、ママピー作ってもらった感想聞こう、ママピー、ママママ、はいはい、これ一口味見して感想送って、感想ちょうだい、え、美味しい、めっちゃ。このバターのスパイ。めっちゃ美味しい。はい。はい、はい。ちょ、マジ。普通に素直な感想が聞きたい。デリピが作ったオムライス。うん、美味しいよね。うん。卵にもう一つ、塩つまみや、一つまみやってくれかってかな。あ、普通に美味しいよ。美味しいよね。うん。うまいうまい。いやー、成功です、ってことで。まあまあまあ。嬉しい。グリーンピースがさ、バブピが持ってきたさ。オムライス成功したしました。初めての料理。あれだからちょっとグリーンピース硬いね。ちょっとね。うん。うん。まあ。うん。うん。なんか自分で。グリーンピースが残る。うん。自分で作った料理ってこんなにうまいのか。あ、ナナシさん。ナナシさん何これ。あれだ。あれ、ありがとう、ナナシさん。待って。これは、本当に美味しい。サンジさんだ。ありがとう。なんか、やっぱり、自分で初めて料理を作ったんだけど、美味しいですね。これ。うん。レイブンあれなんだよね。料理、手作り料理がないから、カップ麺しかないから。あ、メガホンありがとう。でもこれ結構な量あるんだよ、これ。結構な量あるんですよ。もう一人で作れるな。それな。もう一人で作れますよ。う
もう一人で使います。リビルカおまんじゅうちゃんの中で2番、おまんじゅうちゃんの中、え、マジでこれ美味しい。はい、あーん、あーん、どう？美味しいか？めちゃめちゃ美味しい。うん。太らないでくれ。歌わくまでに、絶対にあと3キロ落とす。マジで。歌わくまでにあと、え、絶対3キロまで落とす。出るとしたら。マジでやだ。だから、この、何？この、歌わくイベントあるじゃない。歌わくイベントで、アンカズシするかわかんないけど、アンカズシしたいんだけど、アンカズシとか、キングカレーとか、こういうオムライスを自分で作って食べる。これ3キロぐらいあるよ、ないか、そんな。こういうオムライスを自分で作って食べるってやると、絶対にリバウンドするでしょ。酒がうめえな。これ。美味しいかも。いや、歌わくの時もね、丸くなってそう、マジで。ガチ夢。いや、バター太るぞとか、お前さ。いや、やめて。ほんとに。バター太るぞって、バターがある方がうまいんだよ。マジだ。公式カメラで〇〇ディリピ黒歴史残せよ。でも、この前のさ、公式のカメラのさ、ディリピマジで丸すぎてさ、なんか本当にさ、誰って言ったんですよね。なんかディリピママにも言われたもん。あれ誰みたいな。お客さんとかにも、絶対公式カメラじゃない方がいいみたいな。ティッシュないんだけど。ティッシュない。なんかさ、シスターちゃんも言ってたかな、なんか公式カメラの、なんか一眼レフとか、1K とかの 4K とかのその公式カメラの写りは実物より悪いみたいな。確かに思ったよ、なんか。デリピーも、公式カメラ、小船ちゃんとかも、絶対に実物の方が可愛いし。うん。シスターちゃんとかもさ、その、写りが悪いって言ってたけど、本当に写り悪いのよ、デリピーも。そう。だから、公式カメラが真実とか言って、会いに来ないに工事とかは、マジで何も分かってねえなと思う。実物が可愛いんでっちゅ。もったいないよね、普通に実物会いに来ないの。マジでうまい。カメラ嘘つけない。いや、まあ、でも嘘、カメラと実物は全然違うじゃない。でも、カメラでも無敵な芸能人はすごいなと思った。芸能人のレベルね。レーベン来た。おいで。いつも仙台だからね。いや、公式でも全然可愛かった。いや、もう20話後バーンなってさ、顔パンパンでさ、ここのほうれい線、何肉デリビ、ここのほっぺの肉がすごいのね。ここのほっぺの肉がすごいから、ここのな掘りが深くなって全然盛れなくて、終わった。おいしい。いや、公式カメラと変わらない人と、あるよ。ある、うん、公式カメラと変わらない人と、マジで熱物カメラに変わる人がいるの。あんちゃんは本当に美人だったね。だからあんちゃんの公式カメラ見て安心してたのに全然漏れないの。今日ママピーいないのってさっきまでママピーいたんですよ。今来た人はさっきの戻して昔の配信を見てください。自分の作った料理ってマジで美味しいね。幸せやん。びっくりしたバハムイトとんね。フィートーン。おほほさんもありがとう。もう公式変わりすぎてても、実物可愛い人とか全然いる。10万円のオムライス。
確かに。デリピザ料理やっていこう。これから定期的にやるか。うん。次何作ってほしい？作るとしたら。次作るとしたら何作ってほしい？ご飯。もう一回、あーん。はい、あーん。あの、俺の弁当とか、俺の子供とか、あの、やめてもらっていいですか？俺の子供やめて。なんで腹ませ確定演習なの？次何作ってほしい？って聞いたらさ、子供、俺の子供、俺の子供。ふざけんなよ。ふざけんなよ。マジで。子供を作るな。ロールキャベツ！ロールキャベツいいね！マジロールキャベツ作ってみたい。レビロールキャベツのね、料理めちゃめちゃ好き。ロールキャベツ教えるよ。マブ得意だから。簡単？マブ得意なんだって。得意。あ、でもね、ちょっと手間かかる。時間かかる。ロールキャベツ作りたい。時間かかるね。煮込むから。で、オムライスしか作れなさそう。マジわかる。煮込みハンバーグとかの方がいいじゃない？餃子も見たい。煮込みハンバーグ、餃子。あ、餃子昔よく作ったなぁ、家で。はらましたよ、この間。はらぶな。え、キャラ弁難しいよって言うけど、ママピーが昔キャラ弁めちゃめちゃ作ってたんだよな。すごいよな。こんだけ食べてもまだこれしか減らない。ご飯幸せ。ホットケーキは簡単や。ハンバーグ。親子丼いろんな意味で、だからさ、親子丼しようとすな。ほんとに。あ、親子丼作ろうよ。マジ、ママめっちゃ得意だし、すぐできる。ほんと簡単。作ろう？親子丼。ただ、水が買ってこないといけないから、スーパー行かないとね。スーパー、引っ越しから遠いんだよね。親子丼？親子丼作ろうよ。めちゃめちゃ。めちゃめちゃノリノリで。うん。親子丼にしよう。そう、リリピとママピがもしスナックを作ったら、そのスナックのお店の名前は親子丼。子供をさ。あの、子供をさ、なぜさ、ね。あ、じゃあ、マーピーだけだったらいいんですけど、あの、子供をね、巻き込まないでください。はい。親子丼は、確かに美味しいよ。味はね。料理の話ね。ジーピーは巻き込まれません。本当に。親子丼ってどっちの親子丼だろうって。一つしかないだろ！本当に。めっちゃ美味しい。ちょっと顔赤くね。これブラック。アル中カラカラブラックニッカ。なんかさ、ブラックニッカを一本買ってきたの。なんかコンビニで、なんか料理配信の具材を買おうって思って、料理配信の具材を買おうって思ったから、何買おうかなーって言って、ソーセージと、グリーンピースとかいろいろ買ってきたの。で、調味料のコーナーにケチャップがあって、ブラックニッカも置いてあったんですよ。一瓶すぐなくなるよね。そう。で、ブラックニッカあったから、これやろうと思って。二十歳になったばっかなのに、お酒飲み慣れてますね。は？は？いや、そんなことないですよ。ノースくんありがとう。ノースくんありがとう、ありがとう。推し活さんで、推し活やん。は？いや、全然飲んだことなくて今まで。これ美味しいですね。今日一緒に料理配信してました。タバコも入れなんですよ。いいや。
お酒とタバコは二十歳からって言いますもんね。オムライス吸った。え、なんか、キング牛丼配信したくて、キング牛丼、待って、キングカレー。キングカレーの配信をしたくて、でも、キングカレー、何分で食えるかみたいなのやりたいから、ちょっと、最終日？最終日じゃないな。なんか、だから近々やろうかなって思う。キングハイ、キング牛丼マジ需要あるよ。キングハイ、ん？キングカレー需要あるよね、絶対。うんふん。あ、そんな神やりると神、それな。これ指が作ったの。もう汚いんだけど。食べ物ってやっぱ強いんだね。え、そう、なんか、大食い配信とかさ、料理配信とかさ、結構需要あるんだなと思った。うん。このオムライスの倍？多分、このオムライスで多分2、3号あるのね。2、3号あるのかな？料理配信楽しかった。嬉しい。ありがとう。昨日さ、なんか全然元気なくて、で、なんか、どういう配信を明日しようかなって考えたときに、なんか、普通に料理配信乱発にしてたから。サンゴ。てか、まだ冷蔵庫にある。うん。冷蔵じゃないよ。全部一から作ったんだよ。いや、めっちゃ美味しい。ね、サメがファイブ。めちゃめちゃ食う、いいね。だから、え、味マジうまい。ほんとにおいしい。うん。痩せたければウォーキング、あ、明日ウォーキングするか。ちゃんとめちゃめちゃ食ったし。めっちゃ食ったし、ウォーキングするか。やばい。スマホどこ行った？タイムシスト見れる人はママピーのラメーが聞ける。あれ、神回じゃね？ママピが大声で、ダメーでした。めっちゃおもろい。めっちゃ大声で言った。ダメー！あ、見れないんだ。見れないのは残念だ。それは。もうダメーって言って。何したんだっけ？何したらダメーって言ったんだっけ？うん。やけどちゃんとしやすいね。ありがとう。そうね。なんか、レビューが料理乗って、あ、卵乗したやつだ。なんか、レビューが卵を、ケチャップライスに卵をぶっかける時があって、その時に、こう、頑張ってたんだけど、パーンみたいな。さ、ラーメンえ、さ、めっちゃおもろい。めっちゃ食ってる、偉い。え、デリピーって結構食べるから、そう、めちゃめちゃ食べるんよ。うん。待って。音消えた。デリピーの卵どこ行った？デリピーさんはどこ行った？ちょっと待って。だってこれ一口食べたらスマホ探しに行く。ちょっと待って。でも今ね、お腹ね、パンパン。デリピの今のお腹見る？え、なんかさ、デリピの全身のお腹見たじゃん、みんな。デリピの全身のお腹の時と、今食べた後の腹見て。やばい。やばい。パツパツ。ここ、待って。やばい！めちゃめちゃ入ってる。プリプリすぎる。いや、違う、食べる前に、食べる前は、全然、出てない、出てないんだけど、俺の声やめて、腹ませないで勝手に。食べた後は、マジで腹出るの、デリピ。もう食べた後、すごい腹出るから。そう、だから妊娠してんのみたいな。
だからレイブンでめちゃめちゃ出前を頼んでもらった時があって、でお腹をなんかイベントの時でクリスマスかな、クリスマスの時でこういうお腹が出る衣装だったのね。その時にお客さんに、え、何ヶ月って言われた。え、何ヶ月って言われた。そんぐらい出る腹。ちょっと待って、ちょっと待って、スマホ探してくる。 BGM が消えました。あれ、スマホってどこ行ったっけ。ここに落ちてたよ。あ、本当だ。あれだわ、バハムート、バハムート飛んでデリピがびっくりして落としたんだわ。バハムート飛んでデリピがびっくりしたから落としたんだわ。うまくできた。めちゃめちゃうまくできた。え、フードファイター、いやでもそれぐらい食えるよ全然。冷蔵庫におから、おかわりある。うまっ。足が太ければそれでいい。なんかさ、どっちかだよね。なんか足は細いんだけど上半身太いか、上半身は細いんだけど足が太いか。なんだデイビー、足太い方がいいと思うんだよね。なんか、上半身が太いとそれだけでデブに見えるの。マジ。味付け？味付けは、胡椒をめっちゃ大量に入れて。食べてよ。でもなんか全然食えそうなんだけどさ。でも、チキンレースもう一個食べたいです。もう一個食べる。冷蔵庫に残ってるチキンライスあるんだよね。すいませんでした。もう許してください。え、何の話？ディリアじゃなくてディリピね。あれ、役所にしよう。確かに。役所にしようか。明日の朝もんで普通に行こうのか。いや、明日の朝はサラダチキンとかやな。うん。明日の朝はサラダチキンとか。だけど、今日はめっちゃ食う。怖い。そうだわ。ふん。水道水。いつから大食いかっていうと、でもマジで昔からだね、ちょっと。なんか、小学生の頃から、なんかおかわりしたい人みたいなやって、なんか給食のじゃんけんみたいなのあんじゃん。給食のじゃんけんみたいなのあんじゃん。なんか、これ食べたい人いるみたいな。あるじゃん。それで、ね、マイクハーイって、参加してた。ぐらい食べたもの好き。男子って参加しないやつ、そう。そのターンバット。そう、三大欲求全部する。性欲、食欲、睡眠欲。あ、でも一番は食欲が一番強いですね。はい。うまっ。うん、性欲あるよ。全然。毎日同人誌で抜いてる。食べるのが可愛い。え、でもあれだよね。例えばさ、まあ、彼氏できましたってなって。彼氏？あ、違う。お前らになった。お前らに例えたら彼女か。彼女ができました。自分がめちゃめちゃ食べる人ですってなったじゃん。なると、彼女もやっぱり食べてほしくない？やっぱいっぱい食べる、食べてほしいよね。デリプがいっぱい食べるからなんだけど。うん。なんか自分が小食だったら別にいいけど、自分がいっぱい食べるとしたら、相手の人も食べてほしい。うん、うん。もうちょっとで完食です。小食すぎるとイラッとする。なんかさ、あれさ、作ってないんだと思うんだけどさ、なんかさ、え？
もうお腹いっぱいになっちゃったとかさ、全然食べてないのに言う女いいんじゃん。あれなんなの？あれなんなん？ってことで、ドリピオムライスを食べました。イエーイ、初料理配信、初料理配信オムライス食べました。カン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 、美味しかったですね、とても。すごい嬉しかった、見てくれてみんな。いや、やっぱ料理配信で需要あんだね。ガチで美味しかった。おかわり？おかわり？でもおかわり全然いけるんだけど、マジでおかわりしたら、あのディリピの腹がはち切れる。あ、メイホンありがとう。サギさん、お前だから人がいる。いや、嬉しい、めちゃめちゃ。でもさっきコンビニ行ってきた時に避けるチーズ買ってきた。デザートだよこれ、デザート。避けるチーズ大好き。なんか避けるチーズのモッツァレラ味がマジでうまい。これデザートだよ。ダイエットしてるんじゃなかったんだっけ。うぜえ、お前さ、お前さ、配信者だからさ、な、そりゃあ、マジで口が出た、ごめんなさい。そりゃあさ、大食い企画とかするやん。な、ほんまはね、せっかく5キロ痩せたから、痩せたいですよ。そんな、そんな、そんな。大食いしないとダメです。だから明日が大事なんで、明日ダイエットバイキングしようかな。リビア悪くて可愛い。やばいよ。配信外でもサイゼリア大食いした時に、あれ大食いなんかな。なんかお腹空いたって思って、なんか普通に食べようってして食べたら、なんか大食いだったみたい。びっくりした。いや、ダイエットウォーキングは、あの、師匠は、デイビーの師匠はダイエットウォーキングって言って、ウォーキングしてんのに、あの、食べてるけど、デイビーはダイエットウォーキングしたらもう食べんよ、出勤まで。全然食いませんよ。なんでダイエットウォーキングって言って歩いてんのに松屋とか食ってんの？おいよ。美味しい。今終わったもん。今終わったもん。今ちょうどその話してた。あ、始まったよ。ふとたつ始まったよ。今すごく話した。でもいっぱい食った。いっぱい食いましたわ。でも初の料理配信だったのね。楽しかったわ。じゃ一回やめて。いやー、なんか一回は食けるけど、しばらくしたらまた、あれやかな。どうしよう。酒立ちするか、今日はこれで終わるか。でも酒立ちすると寝たきれんだよな。いや、大成功だって。いや、マジで嬉しかったんが。いや、だからさ、なんかその、何しようってずっと考えてて、その、配信ネタを。でもなんか酒立ち、ん？酒？間違えた。料理配信初めてやってみたんだけど、初めてやってよかったって思ったね。マジで見てくれてありがとう。何、先立ちやるの？ま学び乱入していい？好きにしてください。
先立ちやるならおフィリコ飲んでたしね。好きにしてください。とつまち配信やって、なんか別に仙台だったらとつまちできるんだけどさ、わちゃくんおもろかったよかった。なんか仙台だったらとつまちできるんだけど、東京でとつまちしたいんだけど、東京でしたらハヤトって人が来るから怖いってなってた。東京危ないでしょその人が。で絶対だもん、なんかそのなハヤトでしょ、潰されるでしょ配信。絶対来るって言ってる。なんかその竹乱上位にいる配信者のとこ撮って、そう今日はゼラチンがした。そう仙台だったら別にとつまちできるけど、東京のとつまち危ない。ハヤトはみゆちゃんが追い払える、受ける。えできんのかな。え完全無視だったらいいってこと。ディリピ軍団呼ぼうかな。無視は無理。え、なんか、わかるが口癖なんでしょ。わかるみたいな。え、わかるみたいな。そんなの口癖なんでしょ。いや、そう。え、そう、だから、ね、ディリピは、そのさ、別にリスナーさんだったらいいわけよ。ね、リスナーさんだったら、まあ、最低限の、別にとつってきてもいいけど、そう、無視してもついてくるなり、絶対嫌じゃん。デビシー兵隊で守ってください。ぜひトリカマトリとやられる。うえ、何そのしつこいの。なんかその昨日夜配信してた時に聞いたんだけど、そのアンチがお金を払ってやってもやなんか突撃させるみたいな言ってたじゃん。何目的なん。暇かよ本当に。ツイッターのトリハンを集めようぜ。でもツイッターのトリハンに住ん、あのね、ツイッターのトリハンね、住んでるとかわかんないよね、デリピ。多分、高知県に住んでるんだよね。高知県、なんかデリピのアカウントを使ってなんか物買ってて、本名とかね、名字とかもね、わかんですよ。住所も。高知県に住んでんのよ。デリカじゃないって。なんかそのデリピの乗っ取られたアカウントあったじゃん。乗っ取られたアカウントで物を買ってたのね。で物を買ってた会社、そのツイッターのアカウントの人から物を買ってた、その、まあ、例えばシャワーヘッドを買いましたとするんじゃん。シャワーヘッド買ってたら、そのシャワーヘッドを買った会社から乗っ取られたって聞いたんですけど大丈夫ですかって来てて、え、それってもしかして高知県に住んでたりしますって言ったら、はい高知県でしたみたいな。なんかデリピの友達が乗っ取られて、その乗っ取りの犯人の住所分かったかもみたいなこと言ってて、でそれがその高知県に住んでた人だったから、そこまで分かってて、なんでサイバー警察に。いやもうなんかマジさ、警察署に行くのがめんどくさすぎて、なんかいやそうなんだよね。めんどくさい。なんか別にディリピが行けばいいんだけど。タコス開示請求したらお金取れるかな。なら文句言うなよ、確かに。じゃああれか、普通に警察署行けばいいか。でも最近デリピのアカウント動いてないから、被害でかくなって犯人がデリピになっちゃう。うわそりゃだるいな。別にデリピ何もしてねえのにな。デリピ何もしてねえのに。だからお前そのうちほっとくと契約書、えばいや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 ばい、もう警察行くわ。じゃあ11月1日に乗っ取られたんだよね。靴欲しかっただけなのにな。はあ酔った酔った。顔真っ赤やん。一回相談行ったんじゃなかったっけ。いや一回相談行って、電話したのね。したら、なんか、いや、ここじゃダメなんで、ちゃんと、ちゃんとした警察署に行ってくださいって言われて。食って寝るのは太る。
もう寝るよ。え、わかんない。この後、一回枠閉じて、一回枠閉じて、この後酒立つするかどうかは、決める。交番は行ってない。電話した。絶対寝る。いや、ブラックニーカーもう半分ないよ。だって。酒立ちしろ。なんか、あれだね、とりあえず着替えたいわ。これ、料理するためにこの服着替えたからね。待って、この腹どうにかして、これ。この腹どうにかして。これ。この腹どうにかしてくれ。もう、腹がすごいんだわ。腹がすごいんだわ。もう3合ぐらい食べてるからね、これ。オムライス。3合ぐらい。毎日4時間ぐらい配信してる。え、なんかね、なんか楽しくなっちゃった。みんなコメントしてくれるから。ま、全然酔ってない。ろれつ回ってないんだけど。食いすぎ。ちょっといっぱい食べました。まあ、オムライスの動画は、なんか切り抜きとかで上がるかもしれないから。まあ、タイムシフト見れない人、そこで見てください。ってことで、一回ね、枠を閉じます。ちょっと着替えるわ。ちょっと、一回枠閉じるので。ちょっとバハムート!ちょっと待って。料理配信、初料理配信見てくれた人、ありがとうございました。ね、フェイトとね、ほほほさん、ディリピ軍団最強ってことで、デビ軍団がね、投げてくれたし、しかも、こんなにね、皆様が見てくれると思わなかった。やっぱ、料理配信ってね、やっぱ新鮮なんよね。そう。やっぱ料理配信って新鮮だから。ってことでね、また料理配信したいと思うので。配信者っぽいことしてみた。いや、それな?なんかいつもさ、カラオケとかさ、してさ、なんか酒雑とかなんかさ、なんか全然配信者っぽいことしなかったんだけど。なんか初めて配信者っぽいことしたかもしれない。面白かった、よかった。100人の声も覚める腹?あ?この腹は愛くるしいだろうが。この腹は愛くるしいやろ。お前らな、隣に連れて歩きたい女は細い女でもな、抱きたい女は抱き心地がちょっといいムチムチの女がエロいだろ。そういうことやね。ってことで、一回ね、ちょっと終わりたいと思いますね。はい。ってことで、またね、配信をつけるかわかんないんですけども、もう一回配信つけるかもしれないので、その時は見てください。ってことで、みんな見てくれてありがとうございました。一回、聞きます。ってことで、ママピしか抱きたくない?ふざけんな。ふざけんな。これディープ配信やね。まあ、酒立つ時になったらママピも多分乱入してくるのでね、その時はまたお願いします。ってことで、おつぴー、ありがとね。